映画？こんばんは。めっちゃ目痛い。今日はね、朝からね、何食べたっけ？あ、キャベツ。キャベツ半分と、キャベツ半分と唐揚げ棒と、唐揚げ棒をおかずとしてキャベツ食べて、で、あのリンゴデニッシュ1個食べた。まだ3つ残ってる。今日1日通して食べようかな。あと学校、今日オンライン授業がこの後からあるから、休み時間ちょっとずつ食べようかな。昨日めっちゃさ、夜食べちゃったのにさ、いっぱい動いてさ、筋トレしたからさ、体重減ってた。こんにちは。今日は目と思う、なんだっけ、眉毛をやってる。メイク偉い。しかすっぴんではないんよ。こんにちは。みんなお仕事お疲れ様です。連休の方は連休楽しもうぜ。食欲いいな。それも食欲なくしたいんだけど。食欲ってさ、減らんのんやけど増える。パンパンに増える。今日ね9時ぐらいに目覚めたんよ。で、起きようと思った時間は9時半ぐらいやったよね。で、アラームも消しちゃったんよね。もう絶対にこのまま起きてくるわと思いながら、こうツイッター英語さしながら、いつの間にか寝とって、起きたら10時だった。お仕事には間に合ったけどね。本当に二度寝というものは恐るべしですね。二度寝ってめっちゃ気持ちよくないですか？二度寝っていいよね。なんか今日コンタクト汚れてるのかな。お疲れ様です。二度寝。30分ぐらいでやめます。40分でまでぐらいやるね。ちょっくり。今日はオンライン授業を受けて、夜は普通の勉強をしないといけない。今日何しようかな。家庭科しようかな。家庭科、夜成果とか結構あんまなかった気がする。ちょっとしか、オンライン授業、そう、夏にな、ね、オンライン授業ね、明日もなんかね結構あるんだよね。夏休みに入ってからめっちゃあるって感じ。メンバーみんな言ってる面白いやつ。でもね、エゴサって言ってもね、ハッシュタグそら通信とかしか見んから、そんな別に特に何そらは絵の返信とかだから、メールの返信とかだから。こんにちは。課題はね、課題ないよ。うちの学校特殊やから、通信制の特殊な学校やからないんですよ。普通に普通の勉強、普通のなんか9月15日までの提出のやつを今やってる。慣れとこまること。最近来てなかったよね。生きてたならよかった、マジで。こんにちは。みんなお仕事大変だね。前髪って伸びるの早いね。さっきめっちゃね、めっちゃ一瞬しかね、家族と電話せんかったんやけど、妹がなんか遊んどった。妹がなんかね、なんか島次郎のなんかで遊んどった。かわいかった。オンライン授業、でもオンライン授業の家だしさ、なんだろう、
なんか画面もオフだし声もオフだからなんかね授業やってる感ないよね。昨日今日って休みなので変則4連休確かにめちゃくちゃ変則やん。ブン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 、そう地道に頑張ります。早くねあの勉強を終わらせて行きたい。奇跡的に会社に誰もいない大音量はず。どうするよ大音量でさあの声を聞いとってさ誰かが会社に入りたいのに入れないみたいななってたら。こんにちは皆さんありがとう。5月12のあー広島熱か申し込み始まったんだ。打ち上げみたいなやつだよね確か。皆さん待ってます。打ち上げみんなオリンピック見てますか？そう夜にね総集編みたいななんか今日1日あった試合の結果とかなんかまとめてあるやつ NHK めっちゃ見てるんですけど NHK じゃないはっちゃんはっちゃんとか言っても分からんのか。めっちゃ感動しますよ。うおってなりました。柔道すごいし卓球も私めっちゃ伊藤美誠ちゃんあのめっちゃ好きなんですよ。でなんかね前回のオリンピックの時にめちゃくちゃニュースになっとって新聞とかね兵庫の時は撮ってたから新聞の切り抜きをめっちゃ集めてなんか集めてたんよってぐらいめっちゃ好きなんよ。可愛くないですか美誠ちゃん伊藤美誠さん2歳3歳上だったっけな確か。みまちゃんみまちゃんって言ってねえことの切り抜きをめちゃくちゃ集めてました。おでこ上げててお団子してて昨日も金メダル取ってるところでうわーってなりました。最後めっちゃ可愛かった。バジラモンスターさんハートありがとう、ね、水泳もすごいですよね本当に。だってさ 400m って考えたらさうちらがやるさ 25m のやつのさ1往復で 50m じゃないですかってなったら4往復せんといけないんですよってなったらやばくないですか。しかも数分でそれを本当にすごい。そう年下13歳でしたよね金メダル。スノボーじゃないなんだっけなんちゃらボードスノーボードじゃなくてスケボーそれスケートボードかん？スケボーだっけあスケートボードスケボーすごいですよね。めっちゃあのタイム出た時にさタイムっていうか点数出た時にさなんちゃら感じて可愛かった。柔道ねえ阿部兄弟金メダル試合の前日のなんかそのテレビで2人が金メダル取ったらもうニュースめちゃめちゃ大きな話題となりますねみたいな誰かがコメントしよってんなら次の日ちゃんと金メダル2人とも取っててマジですごいですよね。本当に
リンピックさ、こうなんかちゃん、そんなんかめちゃくちゃちゃんと見たことはなかったから、今までやっぱりさ、なんか日本とかじゃなかったし、本当に剣道ばっかやってたから、そんなテレビを見る機会がなかったんですよ。でもめちゃめちゃ今伊藤美誠ちゃんのこと見てたんですけど、でなんかこうあれめっちゃ今回はめちゃくちゃ見てるんですけど、開会式はちょっと見れなくてめっちゃ後悔してるんですけど、なんかすごいかっこよかった。柔道もさ、なんか中学校とかのさ、一緒、私剣道さ中学の時さ、こう道場がね一緒だったの、柔道と剣道が。だからさ、こう中学生がやるなんか柔道の試合とかはこう身近で見たことあったけど、もうそんなんとレベルが違うくらいの迫力、なんていうの、もうまずここ組手な、なんていうの、ここ襟、なんていうの、ここここまず持てないみたいな、持てないし、もう持てたとしてもなんか振り払ったりとか、もうなんか激しくて、なんかあれ、私が見てきた中学生とは当たり前だけどレベルが全然違うと思って、もうねすごかった。襟か、もうめちゃくちゃすごかったです、本当に。そう、剣道オリンピックどうなんだろうね、めっちゃすごい、本当にかっこいい。体操もさ、あの鉄棒とかをさ、こうくるん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 したりさ、その回ってる最中に手を変えたりとか、もう本当に当たり前なんですけど、オリンピックに出る選手っていろんな日本の大会とか、全なんか世界大会とかの、ね、世界の世界ランキングで上位とか、もう当たり前なんですけど、もう本当にすごい、もう本当にすごい。で日本金メダル8個だったっけ、なんか多分今1位なんですよ、メダルの金メダルの数が。もうほんまにすごい、ミロさんハートありがとう。あ、8個だ、8個。え、もう本当にすごいなって思ってめちゃくちゃ見てる。ミロさんハートありがとう。村上さんネルもありがとう。スロッパ、この前いたね、陸上ね。でも柔道結構見たかったから、全部、今全部じゃないけど今のところ見てる、見れてるかな、大体は見れてるかなと思うので、よかった。そう、柔道やっぱ同じ武道なので気になってたので、そう、規模が違う、もうね、もうレベルが違う、本当にすごい、本当にすごいんですよ。もうオリンピックを見るとすごい圧倒されました。うん、すっごいマジで。こんにちは、ソラからの列初めて。なんで、嘘、初めてじゃないよ。バスケもいい試合するし、お、バスケ、あ、でも昨日なんかねつけたらバスケやってた、夜バスケやってたわ。オリンピックね、なんかもう、え、こんな競技もあるんだとかって思う競技もいっぱいあるから、すごい見ててすごい楽しいし、なんか本当にすごいですよね。もう日本って今はちょっとメダルちょっと負けちゃったりとか、数で負けちゃったりとかで、今3位2位とか、3位1位2位、1位2位3位をうろちょろしてるんですけど、っていうのがすごくないですか。だって何十カ国あるじゃないですか、世界って国が、その中で上位ってすごくないですか。マジですごいと思う。三谷さんかわりがとう。で日本で開催されてるからとかじゃなくて、普通にすごい。三角さんの長かったので優勝したけど、あれマジで死ぬほどきつかった記憶しかない。すごい、バスケやってた。マジでそう、頑張る日本です、マジで。こんにちは、こんにちは、うるー、
ちゃ本当にかっこいいですよね。すごい。皆さんも見ようね。卓球も体操も陸上もいろいろ見ましょう。みんなサッカーも野球も見ていきましょう。見て、3つ目の目今ここにニキビちゃんできちゃったんですよ。かなでありがとう。ハマチャさん、ハートと金メダル、メダル。深夜とか見れてたのが楽しかったのに、日本開催で。確かにね、世界とか日本だとさ、やっぱり私たちが10時ぐらいにはもう試合が終わるからね。11時10時ぐらいに終わるから。 T シャツさんありがとうございます。金メダル、てんてけてんてんてん、たんたんたた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 た。柔道結構さ、やっぱりなんだろう、メダル取ってる方が多くてすごいですよね。柔道、野球は明日からね始まりますね。野球初めてでしたっけ、違うっけ。野球はもともとオリンピック競技だった。でもなんか新しく入ったみたいなニュースなかったっけ。それは見間違い。ないちゃん頑張れ。ありがとう。そういうことか。2008年まであったけど、なくなっちゃったってことか。で、戻ってきたってことか。でも日本どうなんだろう。2008年北京まで野球ソフトボールあったけど、2012か2年16年は外されて、今回は東京だから。じゃあさ、来年からはまたなくなっちゃうってことですか。来年じゃないわ、次から。日本だからってこと。メジャーリーガー、ソフトボールも13年ぶり。あらららららら。サーが5歳の時に終わっちゃったってことか。なるほどね。うん、野球見に行ってくるの。うん、やってみたい種目ちょっと調べよう。何十種目あるから、開催国が希望すれば。あ、そういうことなの。
やっぱりあれかな、フェンシングかな、やっぱ剣なので、同じ剣だからフェンシング、なんかやつつくやつ、かな、フェンシング。こんにちは。なるほどね、そういうことだったのか。最近コロッケ食べましたよ。昨日食べたよ。仕事休憩。おつつつつつつ。ソフトボールね、ソフトボールいいね。ソフトボールね。水泳25メートルギリギリ幼稚。張りはないし、しかもめっちゃ普通。私ねできないんだよね全然。バスケットボール女子予選ラウンドだって。かっこえ、かっこえ、バスケ選手。ハマちゃんさん風船いっぱいありがとう。ぷだってさ、もうだってツイッターにさ、おすすめの横にさ、ハッシュタグ東京に2020ってやつが、ね、あるからね。本当にすごい。そらバスケのイメージ、バスケのイメージないでしょ。STA のバスケといえばコッコさんと誰だろう、感じするな。セライソニオさんハートありがとう。フェンシングって片手で剣持たないとダメだから、剣道とは全然違う。めちゃめちゃマジですよ。同じ剣だからってことだよ。かっこいい。いやでもね、バスケしてる人ってかっこいいよね、普通に。パシュバスケしてた。あ、そうなの。あいこじちゃんも、意外すぎる。2人。スライソニオさんハートありがとう。風船も皆さんも風船ありがとう。ねきせいちゃんが何の部活入ったとか全然知らん。マジでね関わらないんですよ。お仕事でも一緒にならなくて、本当にだからね、マイカー公演、ピンマイカーとマイカー公演の時はピンマイカーちゃんとお話ししたりとかあったんだけど、もうあれがなくなったからマジで喋ってないんですよ。お話し会もなんかレーンが分かれてたりしてるので、なんでキセイちゃんと話せないんですよね。でも最近 LINE 全然してない。多分パシェとも1ヶ月ぐらいしてないかな。なんかお互いにツアーのやつレッスンとかで忙しくて会わないし喋らないし、まあ、会わないから喋れないんですけど、 LINE もできないし。伊藤美穂ねえ試合するって勝ちたよね、お昼ぐらい。今日は10時ぐらいですか、石川さんだった気がする。みちゅ、なんかね私普段あんまりメンバーと LINE せんないよね、根本的に。今家族じゃないわ、かわいい。今お母さんがね、多分妹と妹と多分テレビ見とるらしっぽいんですけど、ミニオンのね写真を送ってきた。でミニオンとミニオンの間にワイの大好きなティムが写っとる、かわいい。ティムの写真送ってきてくれ。妹スね、競技大会ね、妹スね、私ね、いつもね赤チームの、私赤チームなんですけど東だから、まあ、全部負けてる。外での運動会も中でのなんかキックなんちゃらまんちゃらみたいな
室内の別も赤チーム負けたし、今ね赤チーム全敗なんですよね。若干溶けました。あらら、型に流し込まないと。赤チーム全敗なんですよ。赤チーム強そうなのにさ、強だってさ、強そうなのに勝ててないんだよ。すごくない？逆に。そろそろ配信終わろうかな。っていう謎のお話が終わって、しかも最近アニメ全然見てないから見ないとな。でも最近めっちゃ YouTube にハマってる。なんか YouTube にハマる時とアニメにハマる時があって、今 YouTube にハマってます。絶賛。なんかこの前男子2人ペアのね、スカイピースさんっていう方がいるんですよ。YouTuber さんにね、その方がドッキリだったんですけど、結果的に解散ドッキリみたいな、ちょうど5周年の時にやってたんですけど、それからそのドッキリを見てから YouTube に戻ってしまった。解散ドッキリ、ラッパー解散なの。別にそんなめちゃくちゃ見てたわけで、なんかもうめっちゃファンですって感じで見てたわけじゃないんですけど、めっちゃ面白いし、からめっちゃえってなったから、それからなんか毎日欠かさず YouTube を見るようになった。そういう面白い方見てるとさ、なんか自分も面白くなった気分になれる喋り上手くなった気分になれるからいいよね。面白いテレビ見るの。まだまだ MC 力はねブッブーなので、頑張らんとな。バイバイ、みんなお仕事頑張ってね。さあもう終わろう配信。オンライン授業はみやーん。13位ないちゃんさん、12位ようじさん、11位村上さん、10位むつみさん、9位マンジュラモンスターさん、8位帝国さん、7位ヒロさん、6位エリックさん、5位マスターさん、4位ヘルムビーゲさん、3位モビさん、2位スライスオニオさん、そして1位はミロさん、ありがとうございます。ツアーの MC とかね、成長していけるの頑張らないと、自分の武器になれるように頑張らない。マイカーのメンバーがいないとね、私は成り立たないので、誰かが突っ込んでくれたりとかしないと ではでは、オンライン授業頑張ります。皆さんもお仕事頑張ってください。ちょくちょくメール送りますね。夜はねちょっと微妙になったので、そちらもメールで送ります。なんか終わった後にお仕事っぽいものが入ってしまって、お仕事、みたいな感じのが入ってしまったので、ちょっと微妙いんですけど、またメール送ります。寝ないように寝ませんよ。皆さん頑張れ、ありがとう。寝ないように気をつけまーす。お返事が。バイバイ、ありがとうございました。またねー。